皆さんこんにちは。日本をかっこよく、結び大学でございます。先だって豊臣秀吉の子孫は根絶やしにされたのかという、動画をアップさせていただきましたところ、なんと3日で30万回という再生回数いただきまして、多くの方々から、たくさんのいいねを頂戴しました。で、中には秀吉許せんみたいなスマホのコメントもあったりもしたんですけれども、この秀吉っていうのは実はですね、秀吉のみならず信長、秀吉、家康、そして光秀っていうこの4人を加えて、実は我が国において大変重要な存在として、語り継がれているというところがあります。で、そこにつきましては、特にこの、後ろの今ホワイトボードに見えると思いますけれども、それぞれの人物が神社で神様になっているといったようなところがありますので、この話はですね、ぜひ結び大学と同じグループでやっております神社チャンネルを主催している羽賀光先生の方からですね、これはもう神道研究家として、有名な方でございますので、このあたりの話を今日はぜひですね伺ってみようというふうに思います。それでは羽賀先生、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。実は羽賀先生と一緒にユニワのですね、メールマガジン、これフリーメールマガでして、無料で見ていただくことができるというものを今度新しく始めました。大変一緒にやってる番組もありまして、他にもさまざまなコンテンツがあって、大変内容の濃い深いものになっております。ぜひですね、下の URL からお申し込みの方いただければと思います。これ無料ですからね、もうほんとお気軽にお申し込みいただければというふうに思います。それではもう光先生、秀吉ですよね、はいはい、ここからもうまずは行きたいと思うんですけども、はい、はい、まず豊臣秀吉、そもそも私が何もなかった、東洋思想および神道研究家って言うんですけど、もともと占い師です、今もそうなんですけど、東洋思想をバックとする運命学を活用して、人生相談を使ったりとか、会社の経営であったりだとか、そういったところを預かってるということなんですが、ものすごい数やってらっしゃるんですよね。もう数千件とか、ちょっともう数えてもないんですけれども多分そんな感じになってると思います。その神道であったり東洋思想の観点からのちょっと豊臣秀吉であったり、その戦国武将の秘密について今回はお伝えしたいってことなんですが、まず運命学で見た秀吉のちょっと面白い話なんですが、僕占いでもいろんなジャンルの占いやってるんですけれども、生年月日使った占いとか、易学とか、そういったものやってるんですが、そのうちの一つに観相学。観相学。観相学、人相手相は、顔。そうで、顔と手相は、手相。はい、これも本当にかなり何千件も今まで見てきたんですけども、豊臣秀吉の手相の話っていうのはかなりこれはいろんな噂があるんですよね。で、まず一つあるのが指六本説。それ奇形じゃないですか。いや、奇形だったっていう説はあります。これはそうなんですか。はい、これは実はそういう噂がなんかいろんなところで残ってます。一つはっていう説、もう一説が、これは豊臣秀吉の手形だっていうやつが残ってるんですね、ほんまか分かんないんですけどね。で、秀吉の、それは指6本じゃないですよ、5本なんですね。5本だけど、運命線がそうですね、すごいってやつ。そうです。で、運命線が普通、運命線っていうのがその仕事運とか、簡単に言うと成功運みたいなのって、この運命線と言いまして、中指のところにこうぐーっと上っていく線っていうのは運命線なんですよね、中指に向かって上側に走る線が運命線っていう線なんですけれども、いや、普通運命線っていうのが大体この手のこの付け根から始まって中指の付け根下で止まるんですけど、秀吉の手形を見ると中指のところ突き上がってぐーっと指まで線がいってるっていう手相なんですよね。で、ありえないんですよ、そんな手相っていうの普通は。ただこれはその結局成功運っていうのはその中指付け根下の中指の向かう線であるということで、秀吉は刀使って自ら掘ったっていう伝説があるんですね。で、聞いたことあります。で、掘ったんですけども、これね、ずっとこう上行くとどうなるかっていうと、やりすぎたと、やりすぎてると。それは、つまりどういうことかっていうと、成功しすぎてしまうと。
だからやりすぎてしまった結果としての朝鮮出兵だっていう話を聞いたことがあります。もう国内でとどめといたらよかったやんみたいな話です、これは。はい、あの運命学から見たそういう説もあるということなんですが、はい、あのまあ、そのあたりは別に教科書には載ってないあの私の専門から見た一つの豊臣秀吉の小話です。はい、まあ、あの執事がね、お役所さんだったってまあ一般に言われてますけれども、はい、中にはあの忍者だったとかね、忍者説ありますね、娯楽院説とかね、はい、まあ、いろいろありますけど、でもあの本当にこう最初は今川方のに使えるんですよね、うんうんうん、でここじゃ俺出世できねえよって言って飛び出して信長の近習になって、ところが信長が急激にこう家が成長したもんですから、初めの頃に部下になっていた家あの秀吉はいつの間にか偉くなっちゃったっていうね、うんうん、でこのチャンスを利用してもうどん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 出世して、なんと最後関白太政大臣ですもんね。そうですね、民間から完全にのし上がってっていうのはね、ありえない話ですよね。ありえないですね、はい、すごい人物ですね、はいはい。まあ、神道研究家ということでさせてもらってるんですけど、はい、もう本当に簡単に言うと本当に神社マニア、神社オタクでずっとまあ研究していくうちに、まあそういった神社の発信をさせてもらうようになったということなんですが、はいはい、これ意外に知られてないんですけど、はい、あの戦国大名戦国武将は神社の神様になってる方が結構いらっしゃると、はい、伊達政宗公とかもそうですし、上杉謙信とか武田信玄とかも神社の神様になっております、はい、でもうちょっと古い歴史を見ますと武将で神様になってるの方で有名なのが楠木正成公、みんなご神名をもらってるんですけども、はいはい、戦国時代に活躍した方々、はいはい、秀吉、信長、家康、はい、皆様神社の神様になってるんですね、うんうんうん、で一番ダントツ神社の神様として有名なのは多分徳川家康、はいはいはい、日光東照宮で祀られております、はい、でなんでなのかってことなんですけども、なんで家康だけがぶっちぎりこれ有名なのかと言いますと、あの江戸城ですね、徳川の時代の時にやはりこうご先祖様をちゃんと祀るということ、うん、まあ、この知恵を持っていたのが風水師、うん、天海というお坊さんでした、はい、でちゃんとこの江戸城を北側で守護する神様として徳川家康を東照大権現という神様として祀るようになったということでございます、うんうんうん、はい、ということなんですけども、実は全員神様になってるんですよね、東照大権現以外にも、うん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 、皆様神様になっていらっしゃる。で豊臣秀吉は豊国神社という神社は京都にございまして、はい、こちらで祀られております、豊国の大明神と、うんうんうん、朝廷からちゃんとそういった認められている神様でございます。で織田信長は建君神社、ついさっき行ったばっかりです。あ、そうなんですか、はい、あの船岡山という山がございまして、はい、まあ、ちょっとの京都のちょっと北の方なんですけれども、はい、建君神社でご神明もちゃんとありまして、武勲氏の御子と武勲氏の神という名前で、織田信長は祀られております。まあ、でもやっぱ面白いのが、まあ、船岡山っていうのは京都市内にあるちょっとちっちゃい山なんですけども、うん、まあ、京都の守り神としてこういった強い方を祀ったということですね。うん、そういうイメージだと思います。でこれはまあ、明智光秀公、まあ、神社はこれまあ御陵神社という神社で福知山の方にございますね、はい、まあ、明智光秀の縁とゆかりのある、まあ、あの京都のね、北の方なんですけども、こちら御陵神社というところで祀られておりまして、実は皆様神様になっていらっしゃるということなんですね。質問、はい、あの光秀だけがなぜ御陵なんでしょうね、うん、こちら豊国に分かりますよね、あ、うん、まあ、豊臣秀吉だから、うん、で信長はあのまさに勲を立てた人物、うん、分かりますよね、うん、はい、でまあ、東照大権現も分かります、ね、東を照らしてるというんですね、はい、光秀の御陵神社っていう御霊ですよね、これ御霊ですね、はいはい、まあ、正直あのちっちゃい神社なんですよね、うん、なのであの、まあ、そのご神明をそのつけるような流れでもなかったということだと思ってます。これは同じ、まあ、逆進とされてるから、はい、そうですそうです、名前を出すわけにいかない、そういうことです、はい、
大切な魂が祀られてますよっていう、そういう意味です、はい、なるほどね、はいはいはい、ってことなんですけれども、これはその明治以降に、うん、まあ、そう流行ったと言いましょうか、はい、一つの神道というものの考え方を確立することになった、まあ、神道霊学というのがあって、本田親篤さんという方だとか、はい、まあ、神道霊学の流れを組むのが、まあまあ、例えばその川面凡司だとか宮地新選堂だとか大石堀益雄とか、いろんなそういった、まあ、神道っていうのはこういう考え方なんだということを明治以降に体系づけられた方たちがいました、まあ、きっかけは平田篤胤だと思うんですけども、でその方たちの流れを組んで昭和、まあ、大正から昭和にかけての宗教界の巨人の出口鬼三郎という方が現れたんですけども、実はその神道霊学の考え方の中でその最終的に天下覇権を握ったのは徳川家康であるけれども、はいはい、実は最終的にこの天下を統一するっていうのはこの4人が一つの役割でセットだったんだっていう考え方があるんですね。で、うんうんうん、全員共通して、はい、まあ、特に秀吉信長家康に言えるんですが愛知県に縁が深いと、うんうんうん、で簡単に言うと愛知県の神様、まあ熱田神宮、まあ、スサノオに当たるんですけども、はい、これスサノオ一連志向っていうんですけども、はい、要は神道霊学の考え方の中のこの一霊始魂という考え方があって、人間には4つの魂があると、はい、で神様にも4つの魂があると、はい、例えば天照大神でも4つの天照大神、四柱の天照大神があると、うんうん、はい、つまりは伏見玉、はい、幸見玉、はい、にぎみ玉、荒見玉とあると、はい、実際にスサノオノミコトの荒見玉を祀ってる神社とかスサノオノミコトの幸見玉を祀ってるとか天照大神の荒見玉、まあ、これは、うん、伊勢神宮の荒祭りの宮というところでは、はい、天照大神を祀ってるんじゃなくて天照大神の荒見玉を祀ってるという神社があるということなんですね、うん、でこれは、まあ、神道における考え方なんですけども、まあ、伏見玉とは何か直感力です、はい、簡単に言うと直感力とか感受性とかこれは本当だなとか嘘だなとか見抜くのが伏見玉で、にぎみ玉は和合を有効していく力で、幸見玉はこれ幸せを祈る力で、荒見玉は根性とか忍耐力とかそういったことなんですね。で実はこの戦国武将でも特に天下統一に関わったこの4人の方々がそれぞれの一例始魂を担当しているっていう考え方があるんですね。ほう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 。で信長が伏見玉なんで直感力、はい、一番直感力とインスピレーションに優れ先見の明があったという点で、いわばその日本を作っていく時の頭脳になったと。で豊臣秀吉は人たらしと言われますが、はい、これはやっぱ和合友好の力の握り玉の力にあたります。でやはりこう和していくのことができたと、はい、いろんなこう戦国武将であったり戦国大名たちをこうまとめていったということです。でも最終的に天下を取った徳川家康は荒見玉、これは忍耐力であり根性であり諦めない心なんですね。だから最終的にこの荒見玉を担当していた徳川家康が天下を取りましたよなんですけど、ここなんですよね。幸せを祈る力が誰だったのかって、はい、でここに関しては実は大河ドラマになった麒麟が来る明智光秀なんじゃないのかっていう説があります。ほうほうほう。つまりは、はい、まあ、この 4人の中で、はい、幸せを祈るということの実は担当であったということなんですね、はい、で光秀が そっから光秀っていうのは一つの役割で、はい、その役割が光秀以降になったのが千利休だとか、天海だとか、明智光秀は天海になったとか千利休になったって言われてますが、私はこれはまあ幸見玉の役割を担っていたのが光秀であり千利休であり天海だったというふうになっております。要はより大所高所からそういったなんか多くの人の幸せって何なのかってことを考えるような役割になってたのが光秀公なんじゃないのかというふうに思っているという次第でございます。これ神道における一例始魂の考え方です。はい、表舞台で、こう活躍する武将に対して、はい、光秀は
もしかしたら死んでいなかったっていう話もありますよね。はい、あります。だから利休説あるいは天界創生説っていうのがありますけれども、まあ、天界の場合は年齢が違うので天界はないですね。多分せがれじゃないかっていう話なんですが、はい、いずれにしても一歩退いてで全体の幸せを願う、はい、それができたのはこの4人の中では光秀だけだと、はい、そう考えると光秀が幸御霊であって、はい、そしてこの幸御霊はなんと伏見玉と荒見玉をつなぐものであった、はい、うん、つまり信長と、家康、この信長から家康に至るまでの大きな流れをつないだ、はい、そのつないだものは一つは和の心であり、うん、一つは多くの皆さんの幸せを願う心であった。そういうことです。かっこいいですね。うん、そうですね、はい、うーん、まあ、誰の物語もあるんですよね。一流四魂っていうのは直感力であり、はいはい、荒見玉であり、ただ得意不得意あるんですよね、やっぱね。人によって和合有効していくのが得意なタイプの人もいれば、はい、頭脳労働が得意なタイプの人もいれば、肉体労働とか忍耐力とか根性とか諦めない心が得意なタイプの人もいれば、はい、私はもうとにかくそういった人の幸せを祈るいい人路線と言いましょうか、うん、で行く幸御霊が得意なタイプの人もいまして、うん、まあ、自分がねどのタイプなのかってことは気になる方も多いとは思いますが、まあ、結局は魂磨いていくっていうのはこの4つを磨いていくことだってことなんですよね、うん、ね、頭を良くする、そして根性を磨いていく、はいはいはい、誰とでも仲良くなっていく、はい、また多くの人の幸せを好き嫌いなく祈っていくっていうことをこのやっていくっていうのが、うん、まあ、魂磨いていくっていう、まあ、神道における最も重要な考え方の一つだと思います。そうなんですよね。だから歴史を学ぶ上でも全く同じだと思うんですけれども、もう秀吉が良かった悪かったとかね、信長はもう第六天の魔王でもうとんでもない奴だったとか、あるいは反対にすごい人物だったとか、もう評価が極端に分かれたりする。で家康についてもひひじじいだみたいな話とか、光秀は裏切るもんじゃないかとかね、そうやって批判をしたり評価をしたりすることではなくて、この4つの偉大な魂から何を学ぶかっていうことを我々の先輩たちはこの一礼四魂というものを通じて大切に考えてきた、うん、でそこがやっぱり一番大事じゃないかなと思いますよね。で実はこの結び大学もね、日本を元気にしたいっていう視点でやらせていただいてるんです。だから中にはね、日本人だって悪いことしたようなとんでもないやついたかもしれないっていうか、まあ、現代でもいますよね。でもそのそういうところにばっかりスポットライトと当てたとしても、まあ、っていうかもうそういうところにスポットライト当てながら話をする人って世の中に5万といるわけですよ。でもじゃあそういう批判をしたりとか悪いところばっかり言ったからといって、でそれを100年言い続けて日本が良くなるかって言ったらまず良くならないですよね、うん、悪口言うばっかりで、はい、やっぱり逆にそのこういう素晴らしいところがあったんだよ、こういう素晴らしい考え方をしてたんだよっていうことを100年それを語り続けたら、多分やっぱり多くの人々がもっともっと良い日本を作っていくようになってるんじゃないかと思う。そういう意味でこの信長から家康に至るこの時代の大きな流れの中、その中に秀吉もいたし光秀もいた、他のたくさんの武将たちもいた、それぞれの武将たちっていうものがやっぱりその100年後200年後300年後500年後の日本というものを考えながらそれぞれに一生懸命努力をしていってくれた、その結果今私たちの命があるってことですよね。そういうことですね、はい、それぞれのやっぱ役割があり、まあ、組織の中グループの中でもあるとは思いますね。ただね、なんかね、神道の中で面白い考え方で、はい、一番大事なのは何って言われたら、はい、幸御霊っていう話があります。ほう、で何でか大事というよりかは一番先立てないといけないと、つまりは幸御霊、幸御霊と言われてて、うん、ここが一番先なんだよっていう、つまりは人の幸せを願ってない直感力って、うん、やっぱりこう良くない発明とかアイディアとかもう自分勝手にこっかりゃいいみたいなものになるし、はい、和合有効もなんかこう人たらしっていうのもよく出りゃそうなんですけど、うんうんうん、悪く出ればこう人を騙すとかそういう風にもなってきますね。で根性があるっていうのも人の幸せを願う根性がなければただただこう、ね、腹黒いという人になってしまうので、幸御霊でちょうどやっぱり令和の始まりのタイミングで明智光秀を主役とした大河ドラマがやっぱり初めてできたと、はい、麒麟が来るっていうのはやっぱ幸御霊の
時代なんだよっていうことと、改めて明智光秀っていうのはどんな人物だったのかっていうことを見直すという意味では、あの良い機会だったんじゃないのかなっていうのは思います。幸見玉は先見玉、先見玉。そしてこの今の流れからいけば、光秀が最後の最後まで一番初めに先鞭をつけ、そして一番最後に日本を安定させるというところまで働き続けた。だから先見玉は最後まで先鞭をつけると同時に最後まで幸せを願い続ける、はい、うん、かっこいいですねこれね。いやもう本当に今日はいいお話を伺いました。ありがとうございました。やっぱりあの先見玉が幸見玉っていうのはこれは聞いたですね、うん、あのそういう思いの延長線上の中に今の我々が生きていると、やっぱり日本でかっこいいと思います。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。最後にですね、皆様に告知がございます。今フリーメルマガユニワというものを発行しております。こちら無料で登録いただくことができます。下の URL からお申し込みができますので、ぜひですねお気軽にお申し込みいただければと思います。日本をかっこよく、結び大学でございました。